アンドレア・ソヘルツォークは、オーストリア出身の元同国代表のサッカー選手。現サッカー指導者。ポジションは MF。長年にわたりドイツ・ブンデスリーガを代表する MF として活躍。FC バルセロナも獲得に動いたオーストリアを代表するトッププレイヤー。左利きのゲームメーカーであることから、アルプスのマラドーナの異名を取る。1986年に、 プロ選手としてのキャリアをオーストリアブンデスリーガの SK ラピードウィーンでスタート。1987年や1988年にはリーグ優勝やオーストリアカップ優勝を経験するものの、まだ経験も乏しく、タイトル獲得には貢献できなかった。しかし徐々に頭角を表し、1989年からはレギュラーのゲームメーカーとして活躍するようになった。 1988年以降はタイトルには恵まれなかったものの創造性あふれるプレーをコンスタントに見せ足元の繊細な技術を土台とした高い得点能力とパスセンスで存在感を発揮したヘルツオークにはヨーロッパのブランドネーション各国から多くのオファーが殺到した1992年にドイツブンデスリーガのベルダーブレーメンへ移籍する オットー・レーハー・ゲル監督のもと、初年度から、レギュラーの座を確保し、ドイツ・ブンデスリーガ優勝や、ドイツカップ優勝を果たした。ドイツの大衆紙、ビルトに、ベルダー・ブレーメンは、カイザーを探して、ヘルツォークを見つけたと記載され、将来が最も楽しみな選手の一人と紹介された。以降も、ドイツでは長年にわたり、ブンデスリーガを代表する MF として活躍。 アルプスのマラドーナの異名を取る。1995年にはリーグ1の FC バイエルンミュンヘンへ移籍 UEFA カップ優勝に貢献するもののクラブとは相性が合わず1年後には再びベルダーブレーメンに復帰する。1999年には再びドイツカップで優勝。ドイツ分でスリーガでは264試合に出場し60得点を記録した。 2002年にフルスの SK ラピードウィーンに復帰。2004年にはメジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーでプレーし引退を表明した。ヘルツォークはベルダーブレーメンがクラブ創立から現在に至るまで獲得したタイトルの約半数に関わっており、ブレーメンにとってどれだけ彼が大きな存在かが狙い得る、る当時、ドイツ A 代表監督のベルティホクツも 先行の際、アンディがドイツ人だったらよかったのにと言っていたという、FC バルセロナも獲得リストに入れていた。しかし右足の親指を複雑骨折し、2年ほど右足では蹴れないままプレーを続けたため、長年にわたってワールドクラスのプレーを見せることができなかった。優れたテクニシャンで高いゴール感覚も持ち合わせていたが、守備がもともと好きでなかったようで、 時代遅れのファンタジスタとも評価されたこともある。オーストリア最優秀選手に2回選出されたヘルツォークはオーストリア A 代表でも長年にわたり不動のゲームメーカーとしてプレーオーストリア代表最多出場記録となる103試合に出場し26得点を記録している。1990年 FIFA ワールドカップイタリア大会と1998年 FIFA ワールドカップ。イタリア大会と フランス大会に出場している。引退後は、オーストリアサッカー協会大使として2008年、UEFA ヨーロッパ選手権、オーストリアスイス大会の PR 活動をしていたが、2005年8月より、ヨーゼフ・ヒッケル・スベルガー及びカレル・ブルックナー監督の元 A 代表チームのコーチを務めた。2009年から2011年までは、U21 代表の監督を兼任した。 2011年より、ユルゲン・クリンスマン監督の下、アメリカ A 代表のコーチに就任。2015年から2016年までは、U23 代表の監督を兼任した。ありがとうございます。